のあらすじ。いつものように人間の体を手に入れるため放浪の旅をするジャジャジャとジャーンと AI さん。起きてだ。ジャングルの中に踏み入っていくといきなり強敵ジャングルの中間管理職ことゴリラのゴリゴリさんが現れた。ゴリゴリさんにバナナの早食い競争を挑まれた3人。絶体絶命のピンチを迎えた3人はお家で簡単に作れる手作りベーコンにされてしまうのか。ジャングルの掟だ。ジャジャジャとジャンと AI さんとかもぐ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 。さあまずいぞ。ジャジャジャのペースが落ちてきた。何してんだ。それでも押すか。まあまあまあジャンさん落ち着いて。もう食べれないよ。もぐもぐもぐ。どうした。負けたらお家で簡単に作れる手作りベーコンにしてやるぞ。やばい。お家で簡単に作れる手作りベーコンにされちゃうよ。 AI さんなんとかならない。しょうがない。こうなったら奥の手だ。奥の手出して。好き嫌い逆転光線。好き嫌い逆転光線。好き嫌い逆転光線。この光線を浴びると好きなものと嫌いなものが逆転してしまうのだ。君もこの光線を浴びたらハンバーグが大嫌いになっちゃうぞ。 AI さん発射しろ。好き嫌い逆転光線発射。ビビ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 ビもうまずくて食べれません。参りました。やった。勝った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 。カナクの勝利だ。宝宝よこせ。しょうがない。ジャングルの手だから宝物差し上げます。バナナ1年分。バナナもういらない。続く続く。